いけるかも。入れ替えちゃう。前が変わってるって意外に思わないですよね。ウィーバー、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうも現代忍者タクです。ニンニンピョンピョン。前回の動画はまだご覧になってない方、ここにサムネ貼ってますんで、なんと我々に3人目の準レギュラーが誕生しました。1人目は稲川先生、2人目は日野先生、黒田鍋先生、そして3人目が空手世界王者、福地優斗さんです。よろしくお願いします。はい、今日の企画はですね、福地選手が全日本空手道選手権大会重量級で、チャンピオンになられたじゃないですか、はい、でその時にウェーブ使ったんだっていうのを X でポストをしてるのを見まして、はい、どういう風に試合で落とし込んだのかとか、で実際にどういった駆け引きがあって、試合で1本取ることができたのかっていうのを直接聞いてみたいなと、はい、で本人の口からこういう風にやったんだって解説していただこうかな、うん、いいんですか僕、たくさんの前で逆にこんな偉そうにこんなやりましたみたいな。いやいや言ってほしい、言ってほしい。で逆にこうやってプライベートのね、LINE のやり取りでも嬉しかったし、うん、だからそれこそ自分はそのリアルアクションの方に戦闘術を生かしちゃってるけど、実戦の方で生かせれる技って実はあって、うん、なんか宝の持ち腐れみたいにある技がたくさんある。ぜひね、福地さんにね、うん、はい、呼び方もどうしていいかわからない。もういつもほら言ってるじゃないですか、稲ちゃんだとかヒロちゃんって呼んでんだから福ちゃんでいいでしょ。福ちゃんだね、はい、この初恋の人も福ちゃんだ。僕でも本当に嬉しくて、そのウェーブっていうのは身体操作なんで、うん、そのウェーブを、まあ、リアルアクションっていう映画の中に落とし込んでるんですけど、うん、福ちゃんは空手に落とし込んだ、うん、そうそう、それで結果を出したってことがやっぱり嬉しくて、うん、そういう落とし込んだ方からの目線でウェーブっていうものを語っていただきたいなと。いや嬉しい、本当にこういう世界でやっと使ってくれてる方っていうのがね、福ちゃんしかいないから、うん、じゃああれですね、芦田君の方もさ、はい、どういうタイミングで福地さんが、ね、使ったのかっていうのが見たいんで、はいはい、ある程度分かりました。うちはちゃんと素手線も教えてるんで、はい、じゃあちょっとお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。おー、あー、これだ。なるほど、これだ。ちょっとじゃあそれタクさんの方から今解説していただきたいんですけれども、うん、はい、戦闘術と本当に同じ、はい、俺の肩甲骨の使い方で戦ってた。使えてます。使えてますね。よかったです。普通はこう揺らしてて、でちゃんとこっちの、ね、波を作ってるのね、はい、でこういう揺らしながら、例えば俺らだとこっちの肩甲骨こっち前出すときに、ナイフ技でね、こっちをこう、こっちにナイフだよね、こっちの肩甲骨を前に出したときに足をこっちに入れるっていうやとかを、実はだからこの肩甲骨に合わせて全部動作作ってる。へー、でも言われてみれば、そうそう、こう、そうそうそう、そうなんですよ。僕はやっぱ今回、内回しもそうなんですけど、うん、パンチがすごい入ったなとか、ね、左のストレート、こう、これで相手がどのタイミングで来るか分かんなくなるから、うん、だから福さんあれですよ、はい、こっちをこう出した時にこうが一番引っかかるんですよね、意外に。あ、こういうこと。そうそうそう、はいはいはい、多分今やってたんですよ、はい、まあ、そこにもちろんパンチの技術がこう合わさって肘から打つとかがすごく今回バカンバカンって当たるんで、結局その後の内回しもこう、その上半身が緩んでるから、こうなんて引っ張りっていうんですかね、これで
あの倒せる、あ多分打ちましてそこまで殺傷能力ないんですよ。けど今回2回倒せたんですけど、この上半身の緩みが下半身にしっかり連動して当たるからこそ倒れたのかなとは、うん、練習しててそうだな、はい、けど確かに上を揺らしているから基本的にその揺らし方に目がいくんだよね。でそれでいてちゃんとパンチが入りが連動されてるから分かりにくくなる、うん、その分足がやっぱフリーになって当たったんだかなっていう。じゃあその脱力だけではなくフェイントにも試合にこうウェーブの身体操作使ったら生きたってことなんですね、うんうん、めちゃくちゃ生きました、ね、で相手はもうどこを的にして攻撃したらいいか分かんないんで、ずっとやっぱこうやって止まってる相手ってよりも止まってる相手ってのは簡単なんですよ。だからここでこう揺らすことによってどこからでも攻撃が打てるし威力もある攻撃になるんで、相手がしたらなんかいたってなるんで、やっぱ止まってこうやって打つってよりも僕はこういう元々の組手のスタイルが脱力系だったんですごくハマりました。で、まあ、福地君の動画の中でもこの打ち回し蹴りとウェーブがものすごく相性がいいっておっしゃってましたけれども、どういったところが相性良かったんですか。ちょっと足浅いんですか。例えばローキック蹴る時もこういうちょっと円の動きって言うんですか、こう円の動きでこうやって蹴っていくんですか。でこういうちょっと円の動きですね。でこれ多分上半身固まってたらあんまりできないんですよ。上半身が緩んでるからこそこうやって円の動きができて、この円の動きがあるからこそ返しの、うん、ができるかな。これうちらで言うと股関節ウェーブの動きと一緒だからね、うん、この円、ね、見事なウェーブ使い。たくさんよく下半身ウェーブでスイッチするじゃないですか、うん、あれで間合いが変わるじゃないですか。変わるあれって一応180度じゃないですか、うん、それをちょっと微調整することによって45度90度にすることによって、よくマイク体操もやってたじゃないですか、うん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 、あれを教えることによってもっと、うん、入るんじゃないですか。ここの時にこの相手何でもいいですよ、これ実は右でも左でもいいんですけど、これどっちでもいいんですけど、こっちこうやってでこっちでも変えちゃう、うんうん、こっちで入れ替えちゃうっていう。パンチと同時に打つから前が変わってるって意外に思わないんですよね、うんうん、相手が、はい、そのままどんどんいけちゃうっていう。はい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 、こう足を入れ替える時に体も今揺れ今めちゃくちゃ綺麗に。あ、マジですか。めちゃくちゃ綺麗だった。円運動を多分してるからめちゃくちゃ綺麗です。今度ね、来年世界大会があって外国人選手と戦うんで、その打たれ強いんですよ。やっぱ80キロ以下なんですけど、うん、打たれ強いんですよ。ってことはやっぱ顔を蹴って倒さないといけないんで、うん、いかにこのどうやって顔に蹴りを蹴っていこうかなっていうのがあって、そこで今の動きで後ろ回しとか後ろ蹴りとか今すごい、わあ、いけるかも。前が変わるんで、そうそう、一気にめっちゃ今思いつきましたね。このおお、やっぱこう回してたせいかもう柔らかくても使えてるんです。本当ですか、嬉しい。あと奥足ですよね。例えば相手が何でも打ってきたのに対してでもこっちに入って、僕らこれこうですよね、はい、こっちで斜め前に入って、こっちに足浮いてるんで、はい、そのまま伏さんだったらそのまま蹴りにもいけるから、ね、はいはいはい、斜め45度のこっちに相手に向かっていくから、ね、こっちに入ってくるんですね。そしたらもうローキックの方が合いそうですね。ローキック、あ、これ多分もっと打ち回しに行きますね。これでローきました、うん、もう一回ローキック行きますね、うん、いける絶対これ流したらダメなんじゃない。クソ、だからこの奥足をこっちに寄せればもっといけるし、うん、この奥足による、はい、奥足をどこに寄せるかで全部また変わるから角度も、うん、あ、でも僕のやっぱ課題としてはこっちの足で蹴るときにどうしてもこっちの奥足が追いついてこなかったっていうのが課題として1個あったんですけど、今のだと瞬時に奥足が軸のところに置けるんで右のローキックが蹴りやすいんです、うん、これが離れたぐらいここか、あ、なるほどな、いいっすわ、めっちゃいますそれを はい、この揺らしながらいつものこのやり方でいくと、はい、この肩甲骨の揺らしのこっちに揺らした時にこっち揺らした時とかにこっち回っていくとやりやすいですよね。足だけでいかずにも体ごと、さっきの揺らしながら戦って、はい、肩甲骨揺らしながらで、それをと連動すると、はい、連動してるのは自分で、はい、相手はどう連動してるかわからないんで、はい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 、確実にかかるんですよ。
え、いいわ。今のブロックしづらいんですよ、はい、やっぱこうやってやっぱみんなこう構えてる、うん、こういくんで、はいはい、これがこうウェーブで体ごといけるんで、はいはい、この足が中途半端に上がってる状態で蹴られるんで、うん、軽く蹴ってても効きますね。福地チャンネルの方ではより深くっていうことですよね、はい、企画の方は、はいまあ、僕の企画としては、はいまあまあ、前回試合やったんですけどちょっとまあそれを見ていただいて、はい、実際ちゃんと使えてるのかとかでこういう時にもっと使えたらいいんじゃないかな、こういう時にウェーブ使って蹴ったらもっと相手にバレずに当たってたんじゃないっていうのを、まあ、試合一緒に見ながらちょっと教えていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。実際ね、あのこの肩甲骨使ったパンチとか見てみたいしね、はいはいはい、明日なんて受けてみたいっていうさっき言ってたもん。じゃあそれを福地チャンネルでちょっと、はいはいそうだね、威力の方とかも、ね、見せていただきます。威力もね見たいよね、はい、我々のチャンネルではもう軽くね触りだけなんで、うん、視聴者の皆様概要欄に福地チャンネルのリンク貼ってますんで俺も受けてみたいもん。あそうだよ、ウェーブ使ってだってウェーブ使ってるかどうか俺が分かるんだから。そうですよね、うん、じゃあそれを福地チャンネルで、うん、皆さんあの坂口殴られてますんで、はい、ご覧になってください、はい、ということでありがとうございました。よっしゃ、はい、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。はい、それでは福地とこれからのウェーブの進化見たい人はチャンネル登録お願いします。おっす、ということで、ね、これからねボタン、はい、最高のパンチを打てる、はい、いろいろな人を呼んで、はい、あと最高の戦う人呼んでやっていきましょう。はい、準レギュラーのクちゃん、ありがとうございました。よっしゃ、ありがとうございました。それでは皆さん、ありがとうございました。おっす、おっす。ウィーバー。